お好み屋行きたいと思います。お好み屋途中に、縁結びのところがありますので、そこはまあちょっとスルーして先にお好み屋行きたいと思います。光景見えます。綺麗だ。すごいな。綺麗綺麗。だいぶ山道を行くのかと思ったんですけど整備されてるんですね。結構宇都宮の方へ500メートルほどちょっと行きたいと思います。いいですね、こんな風景は。風景が好きです。